じゃあ今日も来たコメント全てにキレる生、ねまあ、配信スタートしていくわじゃあ今日はあの前回はなほとんどスパチャしか読めなかったからそれを改善するために500円以上のスパチャのみ確実に綺麗に変えてやったから感謝しろよスパチャしてこねえやつらあと今日一個言っとけどお前今日はあの笑い声スタッフの坂本いねえからな俺とお前らだけで頑張っていくからな頼むぞお前じゃあいくぞグラスハウス 19763610円いつもアーカイブ見てます生配信見ろや何でお前はリアルタイムで見ないんだお前まー、あ、ちゃんさん610円世の中金金金金金金がないやつは宇治原のとこ行け宇治原のとこ来るな金があるやつだけ来い何でお前金ないやつ相手にしなきゃいけねえんだお前金ないどうして絡んで何の意味があるんだお前、えー、続いてえー、ちょっと待って進んじゃってないどこだ お前クーラーラふざけやがってお前坂本いねえが今日お前帰ってきた同居人亮太とやってるけどてめえはお前2回目だからってお前何にもお前仕様が分かってねえじゃねえかお前 <laughs> クーラーのっ邪魔なんだよええー、じゃねえよお前ふざけやがってお前玉ペペさん610円じりん今日結婚記念日なんだ嫁と出会えた俺は本当に幸せ者です 夜勤だから仕事を行かなくちゃまともなやつが来るな家庭を持てるようなまともな人間がここにふざけんなお前リリース・メルトさん今日も元気やな今日がたまたま元気なだけだわ俺がテンション低くてクソつまんない回もあるぞ気をつけろよ YN さんてかシャンプー変えたお匂いもわかんねえのにどうやって変えたと思ったんだ気持ち悪いな目視でシャンプー変えたことに気づくやつ一人もいねえんだよこの世にライトマイヒットバーさん 秋ですねお前それは近所にいるおばあちゃんとしてろその会話は <laughs> なんで俺に言ってくんだそれあざまる水産4103601円あさってスポーツ推薦のセレクション日だから応援してほしいしね絶対にお前にはもうそういうなんか急にお前のその日常が垣間見えるツイートしてきてんじゃんツイートってなんだ気持ち悪いなお前、えー、続いてうちら坂本の笑い声ないと思ったより切れづらいな 何今日坂本の大,大切さをお前認識させてきてんだこのタイミングだよお前あいつが俺一人で頑張ってると思ったらあいつと俺がいて二人三脚でゴンゴールってこと今気づかせてきてんじゃねえあいてえよ坂本にアンパンマンの花四角さん610円笑顔が素敵ですねアンパンマンの花が四角に見えてるやつに笑顔が素敵って言われても何の意味もねえよ説得力ねえな笑えやもっと もうちょっと近くに来い何ドラム鳴らしてんだ今のタイミングでてめえ知らねえんだよこのスタジオにお前常駐でドラム設備がされてることをお前ふざけやがってお前アンジュさん坂本さんいなくて緊張している宇治原さんかわいいですうるせえてめえお礼だって緊張するに決まってんだろ緊張してる人に対してかわいいねってまるでお前が緊張しない人みたいな言い方してきてんじゃねえニ西さん初見ですコメントが面白いと評判なので見に来ました楽しみです出てけ なんだお前コメント面白いって面白いのはコメントじゃねえんだよ坂本の笑い声なんだよ勘違いすんなお前はマルテイさん499円ここはギリ読まれるのか何やってんだてめえ試してきてんじゃねえ499円だったらちょっと読んでみてえなと思ったけど大して何も怒らねえじゃねえかふざけんなお前アンコーズの食室キッチンさん610円ここのチャンネルの宇治原さんも好きですが漫才の後に後輩にすら ネタの相談をしてくる宇治原さんも好きです。黙れマローてめえお前。だお前つまんないんだよお前。プロの芸人の分際でお前。何お前あのー、とにかく素の俺を言うなラブドリームハピネスさん5 0 0円。宇治坂本いなくても俺がいるよ。おめえなんか俺のパワーの1ミリの足しにもなってねえんだよ。黙ってろお前。ブリーフさん。 誰も笑わないってことか誰もじゃねえわ俺にはまだ亮太ってやつがいいんだよ <laughs> 放射線効きません3610ん円 <laughs> おいぶち譲勝手に呼吸すんなまずぶち譲って勝手に呼ぶなお前なんだその略し方お前クソダせイじゃねえかお前ちょいちょいいるぞ TM でもそういうやつ <laughs> KNR ししゃもさん今日初めて来ました今日ぐらい感じで打て何でひらがななんだお前高橋組樹さん500円 今日ウジちゃんなんか不安そうな顔してるなんかあった不安そうな顔してても指摘してくんな待つだけだろ不安な顔がお前何加速させようとしてんだ気持ち悪いなパキってる春ウ,ィズウ,ジあウジさん六百十円リョータもうちょい笑い声張っていいと思う。あいつは自然体が一番なんだよ何考えてたお前あいつから自然体取ったら何も残んねえんだよお前あいつが頑張ったところで何の結果も出れないゴミクズ人間なんだから考えるよお前 えー、なんでお前自分がディスられた時に心からの笑い発生してんだ気持ち悪いなお前はほんとに黒はさ、えー、宇治原さんバナナだらけで臭いお前黒はまでに名前にして俺が3つけるのを見越してお前俺との共同作業でパン完成させてんじゃねえワイマーさん610円頭の回転速いしワードセンスあるし宇治原がうらやましいです何うらやましがってんだ32歳でキレることで生計立てようとしてるやつをお前うらやましがる相手間違えてんだろ気持ち悪いなお前 ST さん、坂本の偉大さを感じる会、偉大ではねえ、全くもって。一言も偉大とは言ってねえから、俺。あいつがいないと寂しいなって言ってるだけだから。<laughs> 高橋栃木さん、500円。前回より人少ないとかコメントするな。うじちゃんはずっとおもろいからな。お前のそのコメントでそういうコメント知っちゃってんだよ、俺がお前。無駄なことすんな。お前がいなきゃ幸せに暮らせてたんだよ、ふざけやがって、お前。ジージャス浜口さん。 面白くなないいこともない何お前決めろ早くお前結論を出せお前結論出す前に書いてくんなお前はロトシさん610円切れんなよおいクーマルガなんだお前クーマルガのマルなんだお前クソガかクソガだろお前クーマルガで言ったらこの以じゃお前それしかねえんだよお前なあ相性悪いならと人と俺ロトシさん610円 仲良くしよう、仲良くしたくねえとは言ってねえ相性が悪いって言ってるだけなんで考えろよ、ね。ロトシ3220円よく見たらイケメン頑張れよイケメンって言いい切れやふざけんなお前ほんと相性悪いなおめえとはせいや長戸さん610円何ザリガリに何ザリガリに金玉を挟まれたいですか何ザリガリでもやだわ <laughs> 何言ってんだお前。 なんで32になって俺が金玉をザリガニの方に向けてお前こう停止勢でいかなきゃいけねえんだ考えろお前。レトロ三6 1 0円。じゃあ何クワガタなら挟まれたいんですかザリガニで嫌だったらクワガタだったらありってなるわけねえだろお前。何考えてんだお前。なんで金玉に甘い蜜つけて森の中歩かせようとしてんだ気持ち悪いなお前。挟まれる前に普通に手錠かけられるわお考えろお前。ロトシさん6 1 0円。 こんにちは何やり直してんだすべてのくだりをゼロからにして何一からスタートさせようと思ってんださっきまで相性悪かったからお前初見ですみたいな面して出て,てきやがってお前は佐藤君さん「金玉は何色何で金玉フィーバーが起こってんだお前誰が予想したんだお前8月28日19時40分以降宇治原のキレる生配信で突如「金玉フィーバー」が起こる誰が予想したそんなことお前金玉フィーバーって何だ気持ち悪いなとお前 えー、お前ちょっと待ってお前何で「金玉フィーバー」大好きやんそんなお前気持ち悪いかなからこん,な配信になってんだよお前気持ち悪い、ね、なんで金玉で笑うやつ」を部屋でお前2人っきりにならなきゃいけないの気持ち悪いなお前高橋浩二さん200円全てを捧げるご遠慮します高橋俊樹のがいたから読んでやったんだぞ500円以下でも何か怒るかと思って同じ高橋だなと思ってでも何も怒らなかったわお前えっとで「金玉以外で笑うの笑わないのやめろお前」 金玉以外もか,か,りか,かれてんだよお前お前が「金玉」だけで笑ったら「金玉」があふれ返るだろうお前「金玉」しかいない世界になるだろうここがお前ふざけんなお前は GRH さん6ペ0円宇治サファリパーク」じゃあ仕事再開してくるねバイバイ仕事前に一発ギャグ飛び込ましてくんな気持ち悪いよお前 どこにいんだ一発ギャグぶち込んで仕事行くやつ気持ち悪いなお前ワイマーさん610円生ゴミ放置しすぎてウジムシ湧いてましたどうしますか宇治原どういう意味だお前俺をウジムシって言ってんのかお前なあ俺の方でウジムシって言ってんだろお前なあだからそのウジムシってワード出てきたんだろお前ふざけんなよお前ウジムシウジムシっってるけどなウジムシだって嫌われててもそのウジムシも時間経てばいつか灰になって飛び立つんだよ <laughs> 結局キモいじゃねえか なんだこれお前何俺の人生表してんだお前これでやっとウジム虫からキれる名前日でたくさんの人に見てもらって飛び立ったけど結局早のまんまだよじゃねえんだよお前 <laughs> うんこの周り飛び回ってろじゃねえんだよ気持ち悪いお前ふざけやがっお前竹取彦さん500円石破茂岸田文雄河野太郎ぶち切れ宇治原どんな並びで入れてんだお前なんで 次期総理の候補の中に俺を入れてんだお前。であと俺が頭悪そうだからって全部に振り柄振ってきてんじゃねえ。なめんなお前、読めるわそのぐらいお前。ボロネーゼ大好きのリーダーミキちゃんさん、金玉しか勝たん。今流行ってるワードを使いながら金玉入れ込んでくんなお前。女子高生が言うわけねえだろ、金玉しか勝たんって。バカかお前は。TR さん、初見です。初見のやつが金玉フィーバー中に来るな何やってんだお前は。気持ち悪いな。佐タさん、初見です。 メルカリから飛んできましたどうやってだメルカリに俺の情報出てねえんだよお前 T さんトップスに人参ついてますようるせえよお前ファッション関係者みたいなワード使っていじってくんなよお前初めてだわ服に服ににんついてますよって言ってこう何トップスにって言ってきてんだ気持ち悪いなお前サラブレッドゴンゾーさだあキさんもう終わるんだよね一生終わる時のテンション出すなまたやるだろ来週 なん「もう終わるんだよねーよ」はもう今日で最後の時だろお前。ジジ